マーク・ロスコ、マーク・ロスコ、マーク・ロスコ、本名マーカス・ロートコビッチ。1903年9月25日から1970年2月25日は、ロシア系ユダヤ人のアメリカの画家。ジャクソン・ポロック、バーネット・ニューマン、ウィレム・デ・クーニングらと共に、抽象表現主義の代表的な画家である。1903年、当時ロシア帝国領だった、ラトビアのドビンスクに、 ユダヤ系の両親のもとに生まれた。彼の父、ヤコブ・ロスコビッチは薬剤師で知識人だったため、彼の子供たちに宗教よりも政治や社会について教えた。ロシアではユダヤ人に対する偏見から非難や迫害があり、幼少期のロスコもまたそのような環境に対して恐れを抱いていた。父、ヤコブ・ロスコイツの収入は決して高いものではなかったが、 家族は非常に優れた教育を受けていた。ロスコの妹は当時を思い出し、私たちは本を読む家族だったと語っている。ロスコ自身もロシア語の他にイディッシュ語、ヘブライ語を話すことができた。ロスコがまだ幼い頃、父は正統派ユダヤ教に改修し、その影響から兄弟の中で一番末の子だったロスコは他の年上の兄弟が公共の教育を受ける中、 5歳の頃からエデルへ、通いたるムードについて学んだ。1903年から1906年にかけ反ユダヤ、襲撃ポグロムが盛んとなり、また、ヤコブ・ロスコイッツは、彼の息子が、ロシア帝国陸軍に招集されることを恐れていたため、アメリカへ移住することを決意する。マークと母、そして姉のソニアはまだ、ロシアに残っていた。1910年に、父が、 父の兄を頼って単身で渡米し、その2年後長男モイーズと、次男はアルバートが続いて米をする。その数ヶ月後1913年の冬に、エリス島に到着し、父と兄たちがいるアメリカ合衆国オレゴン州、ポートランドに移住した。エリス島からポートランドへ向かう汽車の中、彼ら3人は胸に、我々は英語が喋れませんというバッジをつけていたという。 父ヤコブは1914年3月に結腸癌で死に、家族は経済的な基盤を失うことになる。姉ソニアはレジのオペレーターをし、マーク自身もおじの倉庫の一つで働きながら新聞売りをしていた。進学したリンカーン高校では文学、哲学、社会学などに興味を示す一方、ギリシャ神話にも親しむようになる。1921年6月に ポートランドのリンカーンハイスクールにて優秀な成績を収める。マークは四つ目の言語である英語を学び同時にユダヤ人コミュニティセンターで積極的な活動メンバーの一人なり政治的議論を得意としていた。マークは父のように労働者の権利や女性の権利などの問題について情熱を注いだ。彼は活動家のエマ・ゴールドマンの講演をお聞きに 西海岸のレクチャーツアーに参加した一人でもある。1921年に奨学金を得てイエール大学へ進学する。大学では心理学を学び、ゆくゆくは法律家かエンジニアを目指していた。しかし新入生の終わりに奨学金の更新ができなかったためウェーターや立ちーンをしながら勉強をしていた。マークはイエールの学生の多くがエディート主義で、 差別主義者であることを知り、彼と彼の友人アーロンディレクターは、学校の古風なしきたりやブルジョア趣味風刺する、風刺雑誌、イエールサタデーイブニングペストを発行する。いずれにしても、マークの性格は、勤勉な学生よりも常に、独学の人であった。ある学生が、当時のマークについて、彼はほとんど勉強をしていないように見えたが、熱心な読書家だったと語っている。 二年の終わり1923年に彼は中退し、46年後に名誉学位を授与されるまで戻ることはなかった。1923年秋にニューヨークガーメント地区に移住する。ロスコ本人によると、彼は友人を訪ねるためアートスチューデンツリーグを訪れた際、ヌードデッサンの様子を見て美術の世界に入ると決心したという。だが二ヶ月ほどで辞め、ポートランドに帰省。 ジョゼフィン・ディロンが主催する劇団で役者の修行をする。同じ劇団には、クラーク・ゲーブルが所属していた。1925年再びニューヨークに移り、パーソンズ美術大学に入学して、グラフィックデザインを学んだ。その時の彼の指導講師の一人は、画家のアーシル・ゴーキーだった。ゴーキーの威圧的な性格を考えると、二人は、あまり親しくなったとは考えにくいが、 おそらくこれがロスコにとって前衛との初めての出会いであった。ロスコはゴーギーの指導について要求がしく管理的だったと振り返っている。また、その秋彼はアートスチューデンツリーグで行われているキュビズムの作家、マックス・ウェーバー。画家のコースをロシア系ユダヤ人の仲間と共に受けている。ウェーバーはフランスの前衛芸術運動の一端を担っていたため、 現代美術の意気承認として、学生たちは彼の教えを熱望した。ウェーバーの指導のもと、ロスコは美術を宗教的、感情的な表現の道具として見るようになり、この時代のロスコの作品はウェーバーからの影響を明らかに受けている。数年後、ウェーバーは元学生であるロスコの展覧会を訪れた時、彼の作品を称賛し、ロスコもまたその称賛を非常に喜んだ。 ニューヨークでの活動は豊かな芸術的な雰囲気の中で彼を確立させた。モダニズムの画家たちはニューヨークのギャラリーで多くの展示を行い、また市の美術館などは新進アーティストの好きや知識の育成をするための非常に貴重な場所でした。ロスコの初期に重要な影響を与えた作家にドイツ表現主義、パウル・クレー、シュール・レアリスム、ジョルジュローの絵画がある。 1927年、ルイス・ブラウン著、エイリゼーショのイラストの仕事を受ける。731ページにも及ぶ体調のため、ロスコは、メトロポリタン美術館の古代美術コレクションを参照し、古代装飾模様やブラウン本人のイラストからヒントを得て、イラストを完成させる。しかし、ブラウンは、ロスコの絵を手抜きとみなし、契約の解消をする。 1928年他の若いアーティストと共に、オポチュニティギャラリーにて展示を行う。彼の絵画は暗く、不気味で、内面の表出だけでなく都市の風景が描かれており、多くの批評家や仲間から評価された。ささやかな成功はあったが、ロスコは自身の収入を賄わなくてはならなかったので、1929年から1952年まで、センターアカデミーで教師として、 年度彫刻を教えていた。この期間にロスコは15歳年上の作家ミルトン・エイブリーの周囲の若い作家、バーネット・ニューマン、ジョセフ・ソルマン、ルイス・シャンカー、ジョン・グラハムと一緒にアドルフ・コットーブに会った。エレイン・デ・クーニングによると、ロスコにプロ作家としての人生のひらめきを与えたのはエイブリーであったという。エイブリーの豊かな色彩と形態における知識を使い、 描かれた自然の絵画は、ロスコに凄まじい影響を与えることになる。しばらくして、ロスコの絵画は1933年から1934年の水浴や浜辺の風景度に見られるように、エイブリーとよく似た主題と色を使っている。ロスコ、コットリーブ、ニューマン、ソルマン、グラハム、そして彼らの予期しエイブリーは、一緒に、かなりの時間を過ごしていた。ジョージコ、 ニューヨーク州やグロスター、マサチューセッツで休暇を共に過ごし、日中は絵を描き午後はアートについての議論を行った。1932年にジョージコを訪れた際は、その年の秋に結婚することになるジュエリーデザイナーのエディス・サッチャーと出会う。1933年、ポートランド美術館でドローイングと水彩画による初の個展を開催する。ロスコはこの展示に再 彼のセンターアカデミーの子供たちの作品も、展示するという非常に珍しい展示を行っている。この頃の作風はサルバドールダリ、ジョアンミロなどのシュルレアリスム絵画の影響の濃いものであった。ロスコの家族は絶望的な経済状況からアーティストになるというロスコの決意を理解することができなかった。家族は深刻な財政的挫折を被っていたが、 ロスコの経済に関する無関心に当惑させられていた。ロスコの家族はマークがより現実的なキャリアを見つけないことで彼の母を苦しめていると感じていた。ニューヨークに戻った時、ロスコは現代美術のギャラリーでの初の東海岸の古典があった。そこではいくつかの水彩とドローイング、それと主に肖像を描いた十五点の油絵を展示しました。この時展示された油絵は 批評家の目に留まるものでした。ロスコの豊かな色面は、エイブリーの影響を超え発展されているものになっていた。1935年の後半にロスコは、イリア・ボロトウスキー、ベンシオン、アドルフ・ゴットリーブ、ルー・ハリス、ラルフ・ローゼン、ルイス・シャンカー、ジョセフ・ソルマンと共に、ザ・テンを結成する。その使命は、当時のアメリカ美術界の昔を懐かしむ風潮や、 ヨーロッパの美術に重きを置く保守的な価値に対して抗議することだった。当時のロスコのスタイルは晩年の彼の有名なスタイルへ発展しつつあったが、色による深い探求にもかかわらず、まだ神話や偶話のシンボルから影響を受け知るレアリスム的な絵画を描き、別の形式の革新を探求していた。ロスコの作品は、特に結成したアーティストのグループの仲間内からは、 好評を得ていた。1937年の初め、ゴットリーブやソルマンを含む芸術家協会は自分たちで組織したグループ展を市のアートギャラリーで行うことを望んでいた。前年である1936年のフランス、ギャラリー・ボナパルトで行ったグループ展では、いくつかの肯定的な批評を得ていた。ロスコの絵については、ある批評家が本物の色の価値を提示したと述べた。 その後、1938年に、ニューヨークのマーキュリー・ギャラリーで、ホイット・ニーへの反逆者立ち展を行う。これは、マーキュリー・ギャラリーの近くでもあり、グループの活動を一部の事柄とみなし、アメリカンシーンやリージョナリズムを推し進めていた、ホイット・ニー・ビカが当てつけであった。また、この時期のロスコは、エイブリーやゴーキー、ポロック、デクーニングのように、ニューディール政策によって始まった。 公共事業促進局 WP の事業の一貫連邦術計画 FAP に雇われた時期でもあった。1936年になってロスコは子供たちの作品と現代絵画の作品との類似性について決して終わることのない本を書き始めた。ロスコによると現代作家は原始美術より影響を受けており、その中で子供の芸術は自身を原始へ変換し、 唯一子供は彼自身の模倣を生み出すので子供たちの作品と比較することができるとしている。本校で彼は事実として通常の描くということはすでに学術的であり我々は色から始めると述べている。ロスコは色面を彼の水彩や都市の風景で使っている。ロスコの仕事は神話的主題を含んだ長方形の色面と光と再現表象から 成熟された。そして、その後彼の最後の仕事になる、ロスコ・チャペルによって結実される。しかし、素朴な人と、陽気な都市風景、初期の水彩画、そして卓越した式面へと移行する長い期間は、ロスコの人生の中で二つの重大な出来事によって、挟まれています。それは、第二次世界大戦の開始とフリードリヒニーチェを読んだ、ことでした。 1937年の夏、ロスコは妻エディスと離婚する。彼らは数ヶ月後に和解したが、まだ彼らの関係は緊張した状態のままだった。1938年2月21日、ロスコはヨーロッパで台頭してきたナチスの影響か、アメリカも国内のユダヤ人を突然の国外追放するかもしれないという恐怖に駆られ、また WP の応募資格が、 アメリカの市民権を要求していたためアメリカの国籍となる。ヨーロッパとアメリカにおける反ユダヤ主義に対する懸念から1940年マーカス・ロスコビッチからマーク・ロスコに名前を短縮した。ロスではまたユダヤ系の意味を持つので字のわかりにくいロスコとした。アメリカ現代絵画はその概念的な袋工事に達することを恐れていた。ロスコもまた都市や 自然の風景以外の主題の探求を意図した。彼は彼自身の形態や空間、色への関心の高まりを満たす主題を求めていた。戦争による危機は直接この探求に影響を与えた。なぜなら、ロスコは、新しい主題は、社会的な影響力を持ち、現在の政治性や価値を超越することができると主張していた。彼は1949年のエッセイの中で、 ロマンはとても素早いと書いている。彼はこうも主張する古代の芸術家は必要な仲介者、怪物、ハイブリッド、神そして半身半人の集団を作るということが分かったそれはちょうど現代人がファシズムと共産主義の間で見つけたものと同じ方法でもあった。ロスコは怪物や神なくして芸術でドラマは生まれないとも述べている。ロスコの神話の使い方は 現代の歴史の解説し、物語るものではなかった。ロスコとニューマン、ゴッドリーブは、ジークムント・フロイトやカール・グスタフ・ユングの著書を読み、特に、フロイトやユングの夢に対する理論や原型無意識に、対して議論した。彼らは特定の歴史や文化を超えた、人間の意識に働きかける、神話的シンボルに対して理解していた。ロスコは後に、彼の芸術のアプローチを、自身の、 神話における劇的な主題に対する研究による改革と呼んだ。ロスコは伝えられるところによると、1940年に描くことを完全に止め、ジェームズ・フレイザーの禁止編とフロイトの夢判断に没頭した。ロスコの新しいビジョンは、現代人の精神性へ呼びかけ、創造神話に要求されるものへ対応することだった。この期間のロスコにおける哲学的な影響は、 フリードリヒ・ニーチェの悲劇の誕生を出った。ニーチェはギリシア悲劇が限りある人生への恐怖から救うことに役立っていると主張した。この時からロスコにとって現代美術におけるトピックの探求は目標ではなくなった。そしてこの時から彼の芸術の目標は現代人の精神的な空気を和らげるという目標を持った。ロスコはこの空気は 現代に神話が不足していることが起因していると考えた。これは、ニーチェによると、子供の心の成長と低成熟した人間の人生との戦いにおいて対処できるとされていた。ロスコは、彼の芸術により、神話的イメージやシンボル、儀式などで無意識のエネルギーが解放される可能性について信じていた。彼は自らを神話の創造者と考え、 陽気な悲劇は私の芸術の唯一の源であると語った。独自のスタイルを確立するのは1940年代の末頃である、クレメント・グリーン・バーグラの高い評価により一躍有名になった。そして、ニューヨークのシーグラム・ビルディングにあるフォーシーズンズ・レストランの壁画を依頼され、約40枚の連作、シーグラム壁画を制作した。 しかし友人に譲った作品が売りに出されるという事件をきっかけに自分の作品が世間に理解されていないと考えるようになり、前渡しされた購入金を全額返却して納入を拒否した。その後、いくつかの美術館が作品の買い取りを申し出たが、ロスコが全部を一つの空間で展示することにこだわったため難航し、結局彼の死後、世界の三つの美術館、 ロンドンのテートモダンとギャラリー、ワシントン DC のフィリップスコレクション、千葉県桜市のディック・カワムラ記念美術館に分かれて収蔵された。ディック・カワムラ記念美術館にはマーク・ロスコ専用のロスコルームが用意されており、7件のシーグラム壁画による性質な空間を体験することができる。晩年にはヒューストンの美術館メニルコレクションの近郊にある ロスコチャペルの壁画に取り組んだ。彼は壁に自分の作品だけを展示した人の絵を並べて欲しくないと望んだ。1970年に病気、大動脈瘤や私生活上のトラブルなどの理由で自殺。66歳であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。